皆さんこんにちは、千葉でございます。もう前抜きはもう全部よしまして、即本題に入らせていただきますけれども、今日は波動についてのお話をしてみたいと思います。で、今からは波動の時代ですよとよく言われてますけれども、その波動というものは何だろうかと、その波動というものを解明できる人は非常に少ないのでございますね。で、皆さん方は波動がいいとか低いとか、あるいと悪いとかよく言いますけれども、何を波動と言ってるんだろうかと。で、波動がわからないのに言い悪いはわかる、おかしな話ではないんだろうかということでございますね。だから波動というものは一体何なのかということを考えたことがございますでしょうか。その波動というものはすなわちエネルギーでございます。エネルギーというのは波動の高い人というのはエネルギーの高い人でございます。で、波動の低い人というのはエネルギーの低い人でございますね。波動を高めるということはエネルギーを高めるからなんです。だから波動の時代というのはエネルギーの時代ですよと。じゃあ一体全体この波動というものは何が生み出すんだろうかと、波動の生みの親は何だろうかと言いますと、皆さんの中に存在しております。それは皆さんの思考でございます。すなわち心でございます。で、人を憎んでいるとき、皆さん何が出るかというと憎しみの波動が出るのでございます。人を愛しているときは愛の波動が出るのでございます。だから心が全てを支配しているわけでございます。で、心の悪い人を波動の悪い人、すなわちエネルギーの悪い人と言ってるわけでございますね。で、心が波動を良くするも良く悪くするも決めちゃうわけですよ。で、波動を持ってない人間なんて一人もいないわけですね。だから皆さんは今波動のいい人間か悪い人間かというのは心のいい人間か悪い人間かで決まっちゃうわけですよ。で、波動となりますと見える世界ではなくて心の世界ですから、これは何でありますと一言で形で言い表すことはできないわけですよ。だから今からは波動の時代ですよと言いますと、それは心の時代ですよと、精神の時代ですよということを示しているわけです。で、我々の肉体というのは心という波動とは絶対不可分でございます。で、肉体というのは心の表現体と言いまして、心が思った通りのことを表現するわけですね。で、悲しいという思いが起こった時、悲しみの波動を出しまして表現も悲しい表現するわけですよ。嬉しいと思った時、嬉しい波動が出るわけです。その時肉体を嬉しい表現をするわけですね。だから心というものを中心として物事を考えないと何も始まらないのでございます。だから皆さん方、心の悪い人を波動のいい人というのでしょうか、悪い人というんでしょうか。じゃあ波動を良くするためには心を良くしないでは波動良くならないじゃないでしょうか。どうですか。だから波動は清めたいのに心は清めないということはあり得ることじゃないんですね。だから波動というものは、私たちはあの心というものはエネルギーの上伏期とまで言われておりまして、今自分が何だと思っている彼も波動が決まっちゃうわけです。その波動のことをまたは皆さん気とも呼んでいますね。気とも呼んで、気が高い人とか低い人とかよく言ってます。で、その気というものはエネルギーでございますので、波動の悪い人を皆さん邪気と言ってるわけですね。その波動はエネルギーですから、気が狂ってるということはエネルギーが狂ってるということですよ。で、その気のことをまたは皆さん方はこの世の言葉に言い表しますと霊とも言ってるわけですよ。心というものは、心というのは真霊といって霊なんですね。物質じゃないんです、霊なんですよ。で、皆さんの中に霊が宿ってるというのと心が宿ってるのとは同じことなんですよ。それを御霊とも言いますし、御心とも言うわけです。だから御霊というのと御心というのとは同じことなんですね。しかし皆さん方はこの心というものがなくては私たちは何もできない。